皆さん、おはようございます。朝刊原田の、時間です。知り合いの子供が真似しよんねん。ね、何真似するかだ。皆さん、おはようございますって真似しよんねん。ほんで、真似されるということは、モノマネされるということは、一郎のこれ、ね。一郎のこれ。モノマネされるということは、同じや、ということやんか。だから子供がね、真似するんで、変化球せなあかんなと思いましてね。ちょっとね、変化をさせました。真似してくれてもええねんね。ええねんけどね。あえて、ちょっとそれに抵抗する形で、入りを変えました。先生、その話じゃないよね。長官のクレドなんで、今日はね、これ、相反するものを同時に学ぶ。わかる ?A が正しいねんって思って、普通は A ばっかりやるやん。そうじゃなしに、A に対して真っ向から否定、反対する B。A 丸、B ×としたら普通こっちせえへんやん。そうじゃなしに今日のクレードは相反する A 丸も B ×もそれも一緒に相反するものを同時に学ぶ。相反するものを同時に学んでみよう。これが今日のクレードでした。元気アップでいってらっしゃい。相反するものを同時に学ぶ。言ってる意味、分かりますよね。でもね、ずっとこう周りを見るとね、これ難しいんですよ。やっぱり、例えばですよ、この、朝刊とか、夕刊とか、月刊原田ってお届けしますけども、やっぱり100人の方にお届けして、100人が100人とも素晴らしいって言って、いいやないか言うて、ハイタッチにはならない。やっぱりそれ、世の中やから。だから、何人か何パーセントの方は、残念ながら、我々も全力投球でお届けしてるんですが、朝刊、夕刊、月刊からね、今月で終わりますわ、言うてね、離れていかれる場合があるよね。これね。普通は、その、離れていかれたことに対して、あ、なんや、もう俺らの教育、考え方、分かれへんから、ええわ、なんて言うて、ちょっとプイッと、膨れてしまうような感じ、ね。そういうことをする人や団体もあるんですけども、我々はね、それやらないんですよね。だから、月刊がいいと思って、朝刊、夕刊いいと思ってお届けして、全力でやってるんですが、それを否定する、残念ながらダメだ、面白くないっていう、相反するもの。やっぱこっち側の意見聞かなあかんねん、これ。でその人の考え方、ご意見もいただいた上で、朝刊、夕刊、YouTube、月刊、第三世の方も意見聞くし、相反するもの、それを一緒に、懐の中に入れることによって、成長するということなんです。言うは易し、行うは難しい形で、相反するものを飲み込んで成長するというのは、これなかなかね、難しいことですが、もう60歳、人生やってきて周りの団体や個人で、長期間、同じ分野や、属性の中で結果を出し続けてマラソンランナーのように頑張っておられる方、長続きする方の一つの傾向がこれです。相反するものを同時に学ぶ、ね。どうでしょう、今日一日、これもちょっと時間かかるかわからないんだけども、相反するものを同時に学ぶということが皆さんのお仕事や活動の中でブリッジングかけたらどうなるかということをちょっと考えていただいて、見通しが立てた上で活動してみましょう。今まで全然見なかったこの違うところ、相反するもの、否定するようなものからそこに目を向けて関わることによって一気に、頭の中が開く、そういう感じを経験していただいたら非常に今日の朝刊は皆さんのお役立ちになるというふうに思います。相反するものを同時に学ぶ、本日のクレードでした。元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よーっ、いってらっしゃい。原田の体育の授業の中でやれる、できる喜びを感じて人生変えるっていう、それに挑戦するのが体育教育。100点取れないわけよ。なんかこの通りだけでは、結果が出えへんなと思うわけ。ノートバー机に100冊200冊こんななんねん。で先生おれへん時に見てすごいねん。